はい、どうも。今日はですね、クロワークスのスグル代表がやっておりますスグラボというチャンネルの動画についてレビューをさせていただきたいと思います。はい、というわけでね、お忙しい皆様のために、非常に長くてよくわからない、スグル代表のスグラボの動画に関して私が要約して、お話をする動画となっております。はい、多分ね、結構ね、多くの方がこの人何言ってっかわかんねえよって思ってる方もいらっしゃると思うので、まあ、その方のためにね、私の試験を、9割5分ぐらい交えてお話をしたいと思っております。はい、ということでね、まず、今日題材にさせていただく動画なんですけれども、タイトルが重要、いわゆる車中泊を取り巻く世界についてという動画でございます。こちらの方はね、私の方で、噛み砕いてお話をさせていただきたいと思います。これ噛み砕けるかなって、まあ、正直思ってるんだけどはい、ということで、内容の方はちょっとね、お話をしていきたいと思います。はい、ではですね、内容についてどのようなことを言っていたか要約してお話ししていきたいと思います。はい、まずね、いよいよその時が来ているかもしれないぜというお話をしていくということをおっしゃっております。それぞれ、視聴者のそれぞれがですね、思考を巡らせてほしいと。で、視聴者の方の中には問題の本質に気づき始めている人がいて嬉しくなってきたということをおっしゃっております。でさらにね、コメント欄で深いコメントのやり取りができる視聴者さんが増えてきているということもおっしゃっておりました。はい、今の状況は第一章の序章が終わるかどうかの状況だというようなことをおっしゃっておりましたので、まだまだこれから2章、3章、終章という形でね、どんどん続いていくような形でね、お話をしているということで、本当にやりたいことの第一章の序章にしか過ぎないということをおっしゃっておりました。だから今時点でまだ何も物語は始まっていないということなわけです。序章ですからね。それからですね、これからは全体を俯瞰してくださいという過去に出した動画はちょっと分かりやすい端的な動画じゃなかったので、まあ再生回数はあまり伸びなかったんですけれどもというようなことをおっしゃっておりました。はい、その他にはですね、抜本的な改革をするには本質をうんぬんかんぬんというようなことはおっしゃっておりましたが、まあちょっとその辺のところはね、私もちょっとめんどくさくなってね、うんぬんにさせておいてくださいあとは最後の方で言ってたんですけども、サムネイルだけを見て、サムネイルやタイトルだけを見て判断をして物事の本質を見抜くための必要な情報を 見落としている場合がありますので、まあ再生回数がね、まばらになっているっていうこともあるので、よかったらね、過去の動画も見直してみてくださいなどということをおっしゃっておりました。はい、はい、ということでね、今回25分ぐらいの動画だったんですが、要約するとこんな感じでございます。ぶっちゃけていいですかぶっちゃけていいですか、あの、何が言いたいんですかね、この動画で。全く意味がわからん。これは俺がわか、頭が悪いんですかね物事の本質、この動画を見て、スグル代表が何か言いたいことがこう、わかるっていう人がいたら、ちょっとぜひね、教えていただきたい。正直本当の話ね、本当の話、この動画を通して、一体何を言いたいのか。でタイトルを見たらね、こういわゆる車中泊を取り巻く世界についてっていうことを言っているんだけれども、全く関係ないタイトルじゃねえかっていうふうに思っちゃうわけですよ。だからね、言わんとしてるところがこの動画から何も伝わってこないというところでございます。いや、まあじゃあ細かいところのお話をじゃあちょっとしてみますけど、まずね、いよいよその時が来てるかもしれないぜというお話をしていくとかって言ってるんだけど、あなたこの動画の中でね、まだ、一章の序章にしか過ぎないって言ってるわけですよ。ね、つまり物語は何も始まっていないって自分で言ってるわけだから、いよいよその時が来てるって、まだ何も来てねえじゃねえかって話になっちゃうんですよ。序章でしょっていう、なんかそういう思わせぶりなことを言わずに、こう何か来た時にちゃんと言っていただけないかなと思っちゃうわけですよ。支離滅裂じゃないですか、そんなの。序章だって。ね、いよいよその時が来てるのに、まだ序章だとか言っちゃってさ、よくわからん。
でね、まあ、この動画に限らず再三こうスグル代表が言っていることでもあるんだけれども、こう情報を自分から受け取るのではなく仮説を立ててとかね、こう自分でこう思いを巡らせてみたいなことはね、結構いろんなところで言ってはいるんだけれども、そこまでしたい内容かっていうふうにちょっと思っちゃうわけですよ、ぶっちゃけた話ね。そのこの今回の問題に関してね、スグル代表がこう出し惜しみしてね、こうもったいぶってお話ししている内容って、そんな自分で仮説を立ててね、何かこう物語を自分の中で作り上げていくほどの、面白いもんなのかって言ったら、そうじゃないと思うわけですよ。ただ単にそのスグル代表のこのねチャンネルのお話を聞きに来ている人の半分以上ぐらいの人はね、じゃあ話すって言うんだからとっとと話せよっていう風に思ってると思うんですよ。別にスグル代表のヨタ話に別にお付き合いする気はないよっていうところだと思うんです。だからね、だからその動画のね再生回数もね、あの右肩下がりになってるじゃないですか。ね、多分だから本当にそうやってお話をする時が来たら、その時だけポンと上がると思うけど、今ねこうやってねもったいぶってこう引っ張って引っ張ってねやってるうちは、多分誰ももう興味がないんですよね。コンテンツとしてスグル代表にそこまで今興味が持たれてないっていうことだと思うんですよ。そこはちょっと自覚した方がいいと思うんだよね。だってさ、あのクロワークスの動画だってさ、再生回数ひどいことになってるじゃないですかね。えものによってはもう2000回ぐらいしか再生されてないわけですよ。登録者8万人超えでしょ？ねえ。それで2000回の再生数って、あの、底辺 YouTuber である俺と対して変わらんか、それ以下だからね。でね、ちょっと再生回数つながりでちょっと言わせていただくんだけども、ね、あの、以前に出した、スグラボで出した、これからは全体を俯瞰してくださいっていう動画についてね、わかりやすくて端的な動画じゃないから再生回数が伸びなかったなんていうふうに言ってるんだけど、まあもちろんその動画に関してはね、そういうことも、そういう側面もあるんじゃないかとは思うけれども、いやいやいや、あの、あなたこそ全体を俯瞰してみてくださいよ。あなたの動画トータルで見ていくとね、あなたのチャンネルが発足して最初の方の動画と今現在最新の方の動画で見比べてみてください。それからずっとね、古い方から新しい方にこう動画の順にね追っていくとね、右肩下がりなんですよ、あなたの動画の再生数が。わかりますか？これは素直に、受け止めた方がいいと思うんです。あなたの出しているコンテンツが視聴者に受け入れてもらえてないということをね、素直に自覚した方がいいと思うんですよ。まあこれはあくまでも推測になってしまうんだけども、まあもちろんね、スグル代表が言っていたことにも当てはまる部分はあるんだけどもね、こうやってね思わせぶりな感じでね、この今回の車中泊の問題に関してネタにして小銭を稼いでやろうというふうに思っていたとは思うんだけれども、ちょっと失敗だったと思うの、このやり方がね。その今回小銭を稼ごうと思っている以上の損失をね、俺はね出してるような気がするわけですよ。うん、だからね、俺ね、このやり方はね、素直にやめた方がいいと思う。自分の評判を落とすだけだよって思うよ。本当に。割と真面目にね、あの、スグル代表のために言うんだったら、ほとんどの人からあまりいい印象は受けないと思うよ、スグル代表、このやり方は。あのね、率直に言ってね、これはあくまでも俺の意見だけど、中途半端なのよ。前にも言ったと思うけど、やり口がね中途半端なの。真摯に対応して誠実な自分をアピールするのかね、振り切れてね、アンチを煽ってそのアンチ相手に再生回数を稼いでいくのか、どっちかにしたらいいじゃないって話なのよね。こう画面上のね、言葉面ではね、の大半ではこう真摯に対応している的な感じのことを言って真面目にお話をしてるんだけども、コメント欄になるとね、アンチの方を煽ってみたり、すっとぼけた回答をしてみたりね、全然真摯に対応してないわけですよ。そのね、ちぐはぐさ加減がね、中途半端なの。真摯に対応するならコメント欄も動画の方も両方真摯に対応すればいいし、アンチを煽って再生回数に変えていくっていうことを考えたんだったら、もう両方はち切れてね、もう吹っ切れて、もうそっちの方面に行けばいいじゃん。もうどっちつかずだからね、両方離れてっちゃうのよ。
いやね、そのやり口ではね、ファンは離れていきそうだし、アンチもつまらんだろうしさ、両方ね、こう打ち消し合ってんのよね。だからね、コンテンツとして非常に面白くなく仕上がっちゃってるわけですよ。どっちにとっても面白くない。だからね、ターゲットが何なのって話なんですよ。これね、割とはその YouTuber としてね真面目なお話なんだけども、全くね、その辺のターゲットがね全く見えてこないからね、ちょっと失敗だと思う、方向性としては。でね、まあもう一つ気になってることは、そのなんだろう、思いを巡らせろだとかね、本質がどうこうだとかね、深いコメントがやり取りできる視聴者さんが増えてきてるとかいろいろ言ってるんだけどね、その話についていけてないファンの方をなんかね、小バカにしてるようにね、見えちゃうのよ、俺は。だからね、本当にファンの人がね、離れてっちゃうんじゃないかと思ってね。すごくファンの方にがかわいそうかなっていうふうに俺はちょっと見えちゃうけどね。なんか本当ファンの方を小バカにしてる動画にしか見えないかな。ぶっちゃけた話、本当に。だからね、もう本当割と真面目に取り返しがつかなくなる前にちょっと方向性はね変えた方がいいと思うの。これは本当なんだろう、クロワークさん本当大丈夫っていう感じなわけですよ。別に俺クロワークさんが憎くて言ってるわけじゃないし、嫌いだから言ってるわけでもないし、ただ単に動画のネタとして扱わせてもらってるんだけども、ちょっとね、何の感情も持ってないクロワークスに対してだけど、心配になっちゃうよね、本当に。でね、スグル代表はね、しきりにこうクロワークスとこのスグラボっていうのは別チャンネルで全く分けて考えてるみたいなことを言ってるんだけど、視聴者の方ってそうは考えてないと思うんですよ。もう俺も含めてなんだけど、だって、クロワークスの代表のスグル代表がやっているスグラボっていう別のチャンネルっていう認識でしょ、みんな。ね、俺も含めて。だからそこにね、クロワークスっていうのは切っても切り離せない関係なわけですよ。いくらスグル代表が全く別のチャンネルでみたいなことを言ったところで、結局ね、クロワークスのスグル代表がやっているチャンネルなんだから、そこはもうイコールなんですよ、見てる人にとっては。だからね、スグル代表がいくら言ったところで無駄だから、そこはね諦めた方がいいと思うの。だからスグル代表がこのスグラボの方で評価を下げるイコールクロワークスの評価も下げてるっていうことになってるわけですよ。だからね、前にも俺ちょっと話したと思うんだけど、そのクロワークスっていうメインチャンネルのことを大事に思うんだったら、もうね、俺この話題にはね触れない方がいいと思うの、正直な話。こうやって中途半端に触れてね、なんかこう、引っ張って引っ張って再生回数伸ばそうとか登録者稼ごうとかってやるから傷口開いてんだろうなっていう話なんですよ。まあ言ってもわかんねえし、聞いてはいねえんだろうけどさ、あまりいい方法じゃないと思いますよということでございます。で、最後に一つ、まあ、言いたいことがあるんですけど、そのね、その抜本的な改革をするために本質をうんぬんっていうことをね、スグル代表はこの動画で言ってるんだけども、その本質うんぬんっていう話で言えばね、その俺が思うことが一つあるわけですよ。これね、視聴者さんもね、もう大概の方は分かってると思うんだけど、なんで車中泊を商標登録したんっていうことでしょね。その自分たちのサービスやら何やらっていうことに関わることでね、商標登録をするんだったらさ、何か自分たちでそれに近しい言葉を使ってそれを商標登録すればよかったんでないのっていう話なわけですよ。ね、ずいぶん昔、古い昔からね使われてきてるこの車中泊、一般的な言葉になっている車中泊をね自分の言葉にしようとするからみんなから反感買ってるわけでしょ。ね、自分たちのサービスに即した言葉を自分たちで作り上げてそれをブランド化していけばいいんでないの。で、それを商標登録すれば誰も文句言わんのではないのっていう話なんですよ。つまりはこの物事の本質はね、もう一般的な言葉になっている車中泊っていう言葉を自分のものにしようとしているクロワークスが、それをやめたら済むんでないのって話なんですよ。いやね、別にその車中泊っていう言葉を、
商標登録しちゃいけないよって話じゃなくて、そうすることによって世間からの声がこういう風になるっていうことは予想するべきなんじゃないのって話なんですよ。なるべくして起こったことなんですよこれって。だから例えばね、 YouTube をやってなくてね、なんか他のどことの誰とも分かんないような企業がこういうことをしたら、ここまで問題にならなかったかもしれないね。まあもちろんね、反抗する人は出てくるかもしれないけれども、ここまでね、そのバチバチにやることはなくて、まあ、例えばニンニンさんがね、こういう企業があるから反対しましょうっていうことはやるかもしれないけれども、こんなね、一人の YouTuber がこんなに落ちぶれていくような感じのことにはならなかったと思うわけ。だから YouTuber がこういうことをやっちゃうからこういう問題に発展しているわけで、自分たちがやったことが自分たちに対してどういう悪影響を及ぼすかっていうことはね、しっかり考えた上で行動すべきだったことだと俺は思ってるんですよ。まあ要はね、リスク管理が甘かったっちゅう話なんですよ。最大限のリスクを考えずに何の気なしにこうやってみようっつってやっちゃったら、あ、超やべえみたいなさやっべ、なんかちょっと炎上してるっぽいんだけどみたいな感じなわけです、俺からしてみるとね。もう少しね、リスク考えたらよかったんなと思ってね。誰かこう周りの人で言ってあげる人おらんかったん、ちょっと危ないんじゃないですかっつって、まあわかんない、言う人がいなかったのか、ただ単にスグル代表が聞き入れなかったのかわからんのですけど、ちょっと見通し甘かったんじゃないかな。だからね、すでにある車中泊っていう言葉の知名度を利用してのし上がろうと したんでしょ、要はね。ちょっと甘かったんじゃないかな、それが。本当にね、そういう業界のことを考えてやるんだったら、自分で一から言葉を作ってね、そのサービスに当てはめていって、その認知度を高めていくっていうのが一番ね、確実なやり方だし、逆にね、そんなね、車中泊っていう言葉に乗っかってね、自分の知名度やらね、その信用性をつけようなんていうことをやってたんだったら、企業から逆にうさんくさがられるっていう話なんですよね。だって中身がスカスカじゃないですか、そんなんだったら。だからね、まあ会社として、その経営者として信用されるようになりたいっていうんだったらね、自分でね一からね言葉をね作り上げて、それをね成長させて自分たちのブランドにしていくっていうところからやり直した方がいいと思うの。もう急がば回れですよ。今の状態でこの車中泊っていう言葉にね固執しているっていうことはね、クロワークスにとってもスグル代表にとっても俺はマイナスにしかならないと思ってるよ。第三者の視点からいくとね、なんでそんな、別にいいじゃん、車中泊って言葉にこだわらんでもええやんって俺は思うわけですよ。他にその自分たちが提供するサービスに即した言葉を作り上げて、それを浸透させていけばいいだけでしょって話なんですよ。焦る気持ちもわからんではないけれども、ちょっとそれは焦りすぎかな。本人はね、焦ってるよみたいなことをコメント欄でね言ってたんだけど、こんなところでくすぶってらんねえみたいなことを言ったんだけど、ちょっとね、それはちょっと間違ってるかな、やり方としてと俺は思ってます。はい、ということでね、動画のレビューと9割5分の私の試験でございます。はい、まあちょっとね、試験の方が長くてね、動画全体が長くなってしまいました。本当申し訳ございませんというところなんですが、動画のレビューとして、本当動画全体として何が言いたいかはよくわからないという動画でございました。はい、ただまあそれに対して私なりにね、細かいところに対して私が思うところがありましたので、それについて私なりに述べさせていただいた感じになっております。ということで皆さんね、何か思うところがありましたらコメント欄にねコメント残していただければ幸いでございます。以上